ごきげんよう。モチベーションアップ講演家の宮崎文隆です。今日は2020年6月9日火曜日です。新型コロナウイルスは、感染は広島県、三次市ゼロです。ただし東京が13人出てます。全国で21人が感染が出ておりますので、まだまだもうちょっと、引き締めて収束に向かわせたいものですね。今日は、そうですね、その三次感染がゼロということで、妖怪遊園地が再開となっておりますね。三次の妖怪博物館の中に、妖怪遊園地という施設があるんですがね、家族連れに人気の展示コーナー妖怪遊園地が再開した。来館者が自分で塗り絵した妖怪がスクリーン上で、動く仕掛けで、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため5月21日の、臨時休館明け以降も、閉鎖していたというのが、まあ、人気コーナーなんですね。自分で絵を描くと、その自分を描いたものがこの画面で動くという、まあ、面白い、まあ、この妖怪博物館の、まあ、目玉ですよね。それが、まあ、再開できたというんですから、よしもいいですね。新しい動きができました。そして昨日はアベマで、藤井聡太七段の棋聖戦を見ましたね。渡辺明棋聖を初戦で破ってね、快挙ですね。もう終盤行き詰まるような終盤でしたがね、でも藤井聡太七段見事です。17歳ですが見事です。勝ちました。まあ、そんなニュースを昨日は見ました。終盤は実際に生で見ました。そして昨日ですね、昨日本が届きました。本を出したい人の教科書という本が届きました。これはこういう文章で届きました。宮崎文隆様、この度は中谷義文の YouTube 番組プレゼント企画への応募誠にありがとうございました。ご当選いたしましたので、吉田博士著本を出したい人の教科書を送りいたします。が、この本です。これが違うんです。今回の企画でまた新たな方の お手元に、辞書が届くということで、著者の吉田博氏も大変喜んでいました。もし宮崎様が本気で出版をお考えになることがございましたら、ご紹介させていただきますので、事務所の方までご連絡くださいという文章が届きました。実は中谷義文さんとの出会いは、昨年ありましたね。昨年11月14日これは広島西臨時法人会ナイトセミナーというところにね、講演に来られるというので、聞きに行きました。それが中谷義文さんとの出会いです。その時に買った本がこれですね。ビル・ゲイツの幸せになる質問というんでね、これがこういう質問。もしも1日200円しか使えなかったら。これは世界一のお金持ち、ビル・ゲイツからの質問です。もしあなたが発展途上国に住んでいて、1日に200円しかお金を稼げなかったらどうしますか？というね、こういう質問です。ビル・ゲイツ自身の答えは、200円を貯めて、オスとメスのニワトリを飼う。というのが答えです。鶏を買ってきて育てればやがて卵を産んでくれます。そして卵からまた鶏が生まれます。そんな風に鶏がどんどん増え続けていったらどうなるでしょうか。貧しい家にお金が入ってくるようになります。
増えた鶏をまた別の貧しい人にあげることもできるでしょう。つまり知恵と努力によって資産も幸せも限りなく増やしていけるのです、という。そして、まあ、最後の方にはこう書いてますね、質問の答えは70億通りある。ビル・ゲイツの質問にはこの地球に住んでいる人たちの数と同じだけの回答があってもおかしくありません。つまり70億通りということと、もう一つ、ペンは世界で最も強力な武器、未来は教育によって作られるというのも、まあ、書いてあります。そのことがあって、メールで、中田さんからメールを来たと思うんですが、その中を開いていって、この本の応募のことがありましたので、応募しました。本を書きたいなという気持ちはあったんですね、モチベーションアップ極意の極意の本を書きたいと思っていますが、出版するというのはなかなかすごい今簡単には出版できませんからね、まあ、できるとしたら自分で、全部本作って、印刷かければ、まあ、本はできますが、でもかなり、だいたい1000冊ぐらい今まで出版したことあるんですけども、まあ、かなり負担になりますからね、まあ、ほとんど配るような形になって売るという行為はなかなか難しいですよね。まあ、出版されたのは仮想坂手のトル会の活動ですね、出版したこともあります。県北レクリエーション協会のレクリエーションの本も出版したことがあります。これはもうだいぶ昔の話ですが、協調で、和田吉田さんとピンクムードゲーム大全集というのを出しましたね。これは整備堂から出しましたけど、これはなんと3ヶ月で1万冊売れたというね、まあ、信じられないぐらい売れたんですが、これはまあ東京の園田関谷さんから整備堂を紹介してもらって、私東京で話をしたりして、まあ、これは紹介があったんでトントン拍子に出版になりました。和田さんも元気な時で、若い時でね、一緒になって書きました。まあ、そんなこともありますし、仮想坂手のトルカイの本、まあ、これも売れた本もありますが、まあ、出版というのはなかなか難しいことは知っていましたので、このモチベーションアップの極意も書きたいなと思っていましたが、なかなか出版社との交渉なども、まあ、できないと思っていましたが、まあ、こういうチャンスがありまして、でこの本を読み始めたら、また本を書きたく、むくむくと本を書きたい、気持ちがぐっとアップしてきましたね。今読み始めたとこです。でもこう書いてあるところがありましたね。出版なんてできないよと思っている人のスイッチはずっとオフになったままです。私もそうでした。このままオフになっていました。真っ暗闇の状態で何も見えません。ではどうすればよいのでしょう、というこの本は答えが書いてあるんですね。この答えを読んでいきたいと思います。簡単です。出版のスイッチをオンにすればいいのです。電気のスイッチと同じです。パチンとスイッチを切り替えるだけで電流が流れて明かりがつきます。今まで闇だったのがパッと明るくなります。そして飛ばして、私は大学時代、まあ、この吉田博さんのことですね。私は大学時代ゼミで古今東西の幸福論を学びましたが、どんな偉人の本を読んでも自分が幸せになるために必死な共通要素が、必須の共通要素が一つありました。一つこれはというのがあるんですね。それは何か、こうです。それは信じることです。信じるから行動できるし、行動するから望む未来が手に入るのです。出版も同じです。
まずはあなたの心の奥底に眠っている可能性を信じてください。そしてこの本を読んでいるあなたにイメージしてもらいたいのです。パチンとたった今出版のスイッチが入った音をパチンと私も入りましたね。今からこの本を読み続けながら、この企画書、モチベーションアップ5期の企画書を今から作ろうと思っております。まさに、この中谷さんとの出会いがあって、この本が届いたわけです。この本をぜひ起爆剤にして、起爆剤にして私のモチベーションをバーッとアップしていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。今度この本の企画書なども少しずつ語っていきたいと思います。ではまた明日、ごきげんよう。